ちな気分になって、いろんなことが走馬灯のごとく頭の中を駆け巡る。僕と君が付き合い出して初めてのクリスマス、バイトで忙しくて君と会えなかったけど、胸に秘めた計画があったのさ。3日後君がケーキを手にして僕の家へやってきた。恥ずかしそうにプレゼントと枕とお守りを僕に手渡したのさ。君は何にも言わなかったけれど、中に大好きと願いを込めた一枚の紙を偶然僕は見つけてしまったのさ。
交わした